10月8日木曜日、小金井宮地楽器ホールにてミャゴラ通りのガラコンサートがあります。岩田さん、どんなコンサートですか？こんな贅沢なコンサートはないです。はい、ガラコンサートっていうのは本当にその舞台を、その曲を、精魂込めて作ったその一部をこうお見せするお祭りなわけですけど、これは本当の意味のガラコンサートです。はい、宮原通りが5年間みんなで精魂込めて作ってきた舞台のそのいいところをお見せするという、曲だけでもカバレリア・ルスティカーナ、ボエーム、リゴレット、ドン・パスクワレ、カプレーチとモンテッキ、それからセビリアの理髪師っていう、これまで宮原通りが長い時間かけて精魂込めて作ってきた舞台の美味しいところ、はい、聞いていただくという、はい、ただの皆さんが思ってる何て言うんでしょう、名曲を集めたコンサートではありません、本当の意味のガラコンサートです。はい、ありがとうございます。で、未来への願いを込めてまだ宮浦通りでやってないナブッコと、フィガロの結婚もやります。本当に来週の木曜日、ちょうど1週間後です。皆さんぜひお時間ある方は来てください。こんなすごい顔ぶれが揃うことは二度とないですよ。こんなすごい顔ぶれが揃うことは二度とないでしょう。はい、3円はないと持ってください。はい、もう来週の木曜日に、どこだっけ、小金井宮地楽器ホールです。いらっしゃらないともう二度と聞けません。ぜひ来てください。お待ちしてます。はい、お楽しみコーナーもあるよ。お楽しみコーナーもあります。皆さん参加できますよ。はい、参加型です。ほろりもあるよ。